七福神山。自然の石で、これ石が左から向こうから順とエビス大黒天、寿老神、黒福寿、布袋、毘沙門天、弁財天。これがどうなんだろうな。これが、はい、あの七福神なんです、はい、七福神あの岩が岩が七福神なんです。へえ、7人以上いるんですよ。そうですね。どこまでか7 1、2、3、4、5、どこまでか。アルビシャモンテン。ちょっと形似せてもよかったね。多少ちょっと、ね、イメージ再開ねえよこれで。でもさ、どれかでね。あの星座だってあれであの絵柄ができるの。まあ、確かに。それに比べればまだ。そうですね。それに比べればまだ。あるいはそうかなっていう気もするね。船に乗ってるように見えるんだろうね。ああ。さあじゃあ。じゃあ向こうの橋渡ってみましょうか。はい。なんか山が広い。ほら。のような緩衝材を入れてショックを吸収する。その他いろんな工夫がありまして、一種の耐震構造みたいになってるんです。でも動物ですけどね。ヒフクズルがそのヘビがヘビがどれだろう。多分頭のやつですかね。マメクジがマメクジってカガク的に積まれてるらしいですね、これは。違うよ、ヘビとナメクジとカエルの酸素によってですね。支えられてるんです。聞いてなかった。ここ笑うとこですよ。では本当のことを教えましょう。結構強い口調でしょ。まあ、前回、2000回は同じこと言ってる。噛まずに、ちょっと流れるでしょ、ね、ちょっとツンデレキャラ。無知なあんたら教えてあげてんのよ。上から行ってみよう。あ、どっか。あれ地毛だろ。あれ地毛だろ。あれ、あれさんのね、あれさん好きだな。一旦似てる気がする。あれは有馬隊。有馬隊ですね。お腹だけ見ると武藤だな。あとはあの頭が、丸山さんだったら、まあうん、これが差出てる。互いに牽制しちゃった。見たことないです。なぜそこを取っちゃったんだろう。そこ取り気もない。また積んでるとこしちゃった。ツンツンだ。ツンツンツン。おお。今頃はもう姿ほとんど終わりを迎えるというところですが、今年は春先はちょっと寒かったので、先姿も今ちょうど今年はね、今年はあの春がちょっとね、春先寒かったから、で本来ならねもう花は散っちゃってるところなんだけど、でまだ咲いてる。いい時来たねって言ってましたさっき。って言ってました。重要文化財ですね。これ本当のあれじゃないな。700円
払ってもらうな、うん、僕ほどじゃない前田マダムプレイス マダムプレイスこちたら団子とかでも金を散財してやってんのになそうですねこれはこれ以上ここじゃんで、ここは何なんですか奥方御殿マダムプレイスです、うん、あ、なるほど前田マダムプレイス前田マダムプレイスあ前田家のなるほど前田家を代表する奥様と奥様大奥みたいな、ね、大奥みたいなあ二条城と共にぐらいのあれがあるのかなこの前自転車に乗ってちょっとあまりにも天気が良かったんで家から新宿までチャリで行ったんですよ、はいまあ、20キロぐらいの、はいはい、でそこから1日でだいたい50キロぐらい自転車乗ったんですよ、はいはい、でもその自転車乗って普段バイクとかだと、うん、橋の上とか結構パーッとこう景色開けて綺麗じゃないですかでも見てらんないじゃないですかそうです、ね、でも自転車だとゆっくり見ながら漕いでられるんでそこですごく、うん、ちょっと癒されました、はいいや、こう気持ちいいなって思いながら、まあ、帰りは下手だったんですよ今もうちょっとしたトライアスロンそうなんです行ってそのあと違うとこまで東京まで行ってそこで飲んで帰り20キロ帰ってたんですね飲んでこう足上がんなくなっちゃってまあ足が上がらねえってなっちゃってね衝撃の飲酒運転の告白でございますあそこ買ったかそれピーとかもし使うんだねういどうですかこの平均年齢の高さこの訪れているすごいですねそう考えてるあれまあマジ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 の少々にぴったりだったね結構もうあのツアーの中に、まあ、でも何ら違和感なく溶け込めるか違和感なし何が違和感なしですか何がと何がとおっしゃられましたの、うん、もう見たままじゃないですかそれが老いというものですだからここに行きたいですかねじゃあこういつも自然に回帰しようとするきっと本能の現れがこう、お年寄りたちをこういうところに おびき寄せるあれ、おびき寄せられてるんですか一種の罠ですねあれ罠にかかった、罠にかかった人たち、あれはさあ、そして、いさゆうよ自然に帰っていこうと自然と共にあろうとひどい、ひどいこの桜の木の下には、真島少将が眠っているああ、僕なるほどまだまだぞってこの桜を見ろはなんでございますかこの桜の木の下では真島少々が眠っている名誉の戦士であったひどい話だだがトイレでこと切れていたなどということは決して後悔するでないぞはっ墓場まで持ってまいりますまあ、真島はもう墓場に入ってるんだけどなひどいひどい話だよただいま、サザエ山と言いまして、サザエの渦巻いてる部分ですねサザエさん、サザエさん池に鯉がおりますおー、いっぱい泳いでるなすげえ。まだ波佐山ももうすぐ頂上でございますお邪魔しそんなもんだったんだそんなにふさふさだったのか今やそっかなんでこうなっちゃったんだろうね綺麗だな帰ろうよ自然に誰に向かって言ってんすかあります自然は懐が広いから受け入れてくれるよこの山は見せっけどここまで来といてあの頂上一番高いところまでは行かせないって
生懸命登っていったのがビッグサンダーマウンテン。これストップ。乗れません。いいじゃないか、馬島が眠っているところとか、ね、お前にしていこう。馬島少々の亡きがらがね。もうちょっと長生きすると思ったんだけどな。まあでも言っても帝国の少々だからな。これぐらいのお墓を作ってこれですか。まあ一応観光地になるようにしてもらえないから。やっぱさ、俺より年上だったんだよ、真島少将。そうですね。なあ、いや違いますよって言ってたけどさ、もう追いが来るわ。かなり追いなあ。でもまあ、昔の話だよね。真島にも苔が生えてきてさ、だんだんさ、うん、生えてきた。よかったじゃないか。幸せ。苔が生えてきたんだから。真島少将、幸せですね。これから鬱蒼と茂るぜ。真島、よかったな。やっと本懐かなって。なかなかいい景色ですよ。こういうのありますね。さ、そろそろ行きましょうか。行きますか。はい。いい命の選択ができたということで、この辺りで真島少々とお別れしたいと思います。安らかにお眠りください。線の川